皆さんこんにちは。今回は、双葉チャンネルで起きたと言われる怖い話に関して紹介するとともに、情報を募集したいと思います。昔、双葉チャンネル内で不気味な現象が起きたというのですが、それについて調べてほしいというリクエストをいただきました。あるネット怪談を調べてほしいというリクエストをいただきました。その怪談は、その部屋は危ないからお外に出なよ、と呼ばれているそうで、双葉チャンネルで密かに語り継がれているのだそうです。どのような話かというと、昔、双葉チャンネル内で不気味な現象が起きたということらしいのですが、リクエスト主さんが覚えている限りの情報を教えていただいたので、まずはそれを紹介します。双葉チャンネルにて、ホテルに一人で宿泊中で理由のない不安感に襲われた、という書き込みが投稿されたそうです。何についてのスレだったのかは不明で、もしかすると書き込み主はスレ主だった可能性もあるとのことですが、とにかくそのような書き込みがありました。すると、その書き込みに対して、その部屋は危ないからお外に出なよ、という不気味な書き込みがありました。まるで、書き込み主がいる部屋を知っていて何か意味ありげな警告をしているかのようですが、不気味なのはそれだけではなく、双葉チャンネルの書き込みは、このように一つの投稿ごとに薄いピンク色の背景になっているのですが、その書き込みの背景色だけ、なぜか青くなっていたのだそうです。スレで起きた怪奇現象に戸惑う書き込みが多数あり、お外に出なよ、という書き込み以降は、ことの発端である、最初の書き込みをした人物は一切出てくることはなく、そのホテルで何かあったのか安否については分かっていないそうです。リクエスト主さんは、この一連の流れのスクショを目撃したことがあるそうで、確かに、お外に出なよ、という書き込みだけ色が違い、異質だったそうです。皆さんもご存知かと思いますが、双葉チャンネルはログが残らないので、当時のやりとりは残っておらず、現在は、その部屋は危ないからお外に出なよ、という奇妙なフレーズのみが語り継がれているのみです。一体なぜ、あの書き込みだけが青くなっていたのか、ホテルで理由のない不安感に襲われた、という書き込みと何か関係があるのか。多くの謎を残した、知る人ぞ知る双葉チャンネルの怪談なのだそうです。リクエスト主さんによれば、双葉に書き込む際に鏡文字や文字列反転などのコマンドはあるものの、少なくとも2022年現在で、背景色を変えるようなことはできないとのことでした。つまり、システム上、ありえない現象が起きたということで、かなり不気味な話です。しかし、今はスクショすら出回っておらず、たまにあのフレーズが書き込まれるだけのようで、結局あの現象は何だったのか不明です。今回は、この件についてできる限り調べていきたいと思います。これ、結構不気味な話ですよね。実際のスクリーンショットもあるらしいのですが見てみたいところです。このフレーズで調べてみると、確かにいくつか双葉チャンネルのまとめサイトがヒットします。例えば、こちらは怖い話スレですが、いくつかお外に出なよ、と書き込んでいる方がおります。やはり、ある程度は有名な怖い話らしく、当時のやりとりを知る人は少なくはなさそうですね。しかし、この話について詳しい情報は、現状残っておらず、かろうじてまとめサイトの書き込みが見つかるだけです。ツイッターで調べてみると、こちらでもいくつか、お外に出なよ、に関するツイートが見つかります。その中で、手がかりとなるツイートがいくつかありまして、まずこちらのツイートですが、リアルタイムで見た覚えがあるという人がいました。実際のログも、前のパソコンに残っているかもしれないとのことで、スクショだけで回っているのであればデマの可能性もあるかなと思ったのですが、本当に双葉チャンネル内で起きた出来事だった可能性がありそうですね。次にこちらのツイートですが、お外に出なよって10年前なの、という投稿です。ツイートされたのは2014年なので、おそらくこの現象が起きたのは2004年頃だと思われます。双葉チャンネルは2001年から存在しますので割と初期の頃に起きた現象ですね。
Twitter で見つけた情報は異常なのですが、その他で色々探してみたところ、このような書き込みもありました。IMG 伝説はないのか、という書き込みに対してあのフレーズが書き込まれています。IMG、というのは、おそらく双葉チャンネルにおける虹裏の IMG サーバーのことだと思われます。このことから、2004年、虹裏の IMG サーバーで実際に起きた現象であるということまでは判明しました。しかしながら、これ以上の情報は私が探した限りだと見つかりませんでした。もし、この件についてスクショを持っているという方や、何か情報があるという方はコメントいただきたいです。最後に、背景色が変わっていたという現象についてお話しします。さて、この件で最も奇妙なのは、書き込みの背景色が変わっていたということです。私も双葉チャンネルの機能について調べたのですが、背景色を変更できるような機能は見つからなかったです。当時から気味悪がられていたようなので、やはり当時もそのような機能は存在しなかったと見ていいでしょう。ではなぜ背景色が青くなっていたのか、という話になりますが、再現自体はできます。こちらは実際のページのデザイン部分をいじってみた画像ですが、こんな感じで背景色を変えることはできます。しかし、これはあくまで私のブラウザのみの表示なので、実際に変更するためには、双葉チャンネルで表示される際のデザインのコードを書き換える必要があります。今だと絶対に不可能なのですが、2004年の出来事だということから、当時はセキュリティ面でいわゆる脆弱性があったのかもしれません。素人の推測なのですが、セキュリティが甘い掲示板だと、書き込んだ内容をそのまま出力してしまうケースがあります。つまり、書き込む内容に何らかのコードを含めると、そのままコードとして出力してしまうケースがあるのです。そこで、背景色を指定するコードを書き込むことで、その書き込みだけ背景色を青くしたのかもしれません。しかし、2004年時点の掲示板の仕様はわからないので、実際にできるのかどうかは不明です。かなりセキュリティがガバガバでない限り、再現はできないので、可能性としては低いですが、絶対に起きない現象ではないとは言えます。重ねて言いますが、あくまで素人の推測なのでこの件についても、もし詳しい方がいらっしゃれば教えていただけると嬉しいです。以上が、現状わかっている情報です。今回は、とりあえず紹介という形で動画にさせていただきました。続報があれば、また動画化したいと思いますのでお待ちいただければと思います。いかがでしたでしょうか？この件、双葉の機能的にありえない話なのでしょうか？それにしても、その部屋は危ないからお外に出なよ、という一文、非常にゾッとします。